皆さん、こんにちは。僕の名前は岡崎と言います。生まれた時から耳が全く聞こえません。皆さんは聞こえない人にどんなイメージをお持ちでしょうか。手話で会話する人、喋れない人、いろんなイメージがあると思います。でも実際は手話ができる人もいればできない人もいる、喋れる人もいれば喋れない人もいる。みんな人それぞれです。聞こえ方もみんなバラバラです。僕の場合はどうなのか。僕の場合は喋ります。喋ることが大好きです。そして手話を愛しています。皆さんは手話ってご存知ですか。手話っていうのは今僕が使っている手を動かして話す言葉です。一個一個の動きに意味があり、全てが言葉になっています。今の社会は声で会話するのが当たり前だと思います。耳が聞こえない僕にとって声の会話というのは中身を理解するのにとても苦労します。耳が聞こえないので耳で聞く代わりに目でみんなの口の動きを見て、何を喋っているのか口の動きから頑張って読み取っているんです。正直疲れます。朝から夜までずっと口ばっかり見ていたら疲れます。それに相手の話し方によっては頑張って口の動きを見ていても何を喋っているのかさっぱりわからない時があります。例えば口をはっきり開けないと喋るのが早いと手で口を隠しちゃうともうこんな風に日常生活の中では口の動きが読み取りにくい状況がいっぱいあります。なので会話の中身がわからなくなる時も正直いっぱいあります。だけど手話ならばそんなことはありません。手話ならば頑張らなくてもみんなの話が自然と理解できるんです。僕にとっては最高の言葉だなって思っています。だけどこの国で手話ができる人はたったの 0.06% です。1500人に1人だけなんです。少ないでしょうね。僕はこの手話をもっとたくさんの人に知ってほしい、覚えてほしい、使ってほしいって思っています。なので今日はこの場を借りて皆さんに手話のいいところをお伝えしたいと思ってます。この残された時間で僕がどれだけ皆さんに手話に興味を持ってもらえるか、僕にとって人生で大きなチャレンジです。頑張ります。それでは早速いきましょう。手話のいいところ、まずはこちら。いろんなところで会話ができる。皆さんはこんな状況、ありがとうございます。皆さんはこんな状況ありませんか。わあ、離れてるから声が届かないよ。わあ、周りがうるさいから聞こえないよ。ああ、風邪をひいて声が出ないよ。あると思います。でも大丈夫。手話は視覚的な言語で声の大きさや周りのうるささなんて関係ありません。そう、離れてても大丈夫。うるさくても大丈夫。声が出なくても大丈夫。そう、見えていれば最強の言語なんです。もう少し具体的にお話しましょう。手話があるとこのような状況でも会話することができます。日常生活では静かにしないといけない状況っていっぱいありますよね。例えば図書館、美術館、電車の中、赤ちゃんが寝てる部屋の中、そして夜の遅い時間、そんな時って周りに迷惑にならないように静かにしなきゃって思いますよね。でも
大丈夫。チワはどんな時に声を出さなくても静かに会話することができるんだ。犬たちはね、そして声を出さなくても会話ができるということは、こんなところでも会話ができるんだ。海の中で、僕は前の友達と一緒に沖縄の海にダイビングしに行ったことがあります。その時は海の中で喋るのはもちろん、僕たちは海の中で歌を歌っていました。皆さん、海の中で歌を歌ったら何が起こるか知っていますか？魚が逃げます。まあ楽しかったでしょう。僕たちはそんなこともなったんで、海の中で会話を楽しんでいたんです。手話があったおかげで海の中でもいっぱい喋れて歌えて、その場の感動をその場で共有することができたんです。手話だからこそできる新しい楽しみ方でしょうね。そして手話があるとこんな時にも便利です。ラブラブなカップルは1分1秒でも長く一緒にいたいと思うと思います。そんな時に寂しいのは電車でのバイバイのシーン。普通のカップルならば電車の扉が閉まったら、はい、そこで会話終了ですが、手話の場合はバイバイまたね、バイバイまたね、バイバイまたね、このように電車のドアが閉まった後も最後まで会話を続けることができるんだ。1分1秒でも長くおしゃべりたいというカップルにはぴったしだよね。いませんか？あれ、いない？OK、とにかくこのように声では会話ができない状況でも、手話ならば普通にいっぱいしゃべることができるんだ。これは本当に便利なので、ぜひぜひ皆さんにもお勧めしたいなって思っております。そして、手話のいいところはまだまだ続きます。お次は、こちら！表現力が高まる！皆さんは、喋るときに表情やジェスチャーを意識していますか？表情とジェスチャーがあるのとないのでは、伝わり方が大きく変わります。僕は先から手話を使って喋ってるんですけども、表情とジェスチャーの要素がいっぱいあるなって思いませんか？それには訳があります。手話は手を動かすだけの言葉ではないんだ。自分の気持ちを視覚的に表現しようと思ったら、手を動かすだけでは足りません。表情、体全体を使って表すことが大事なんです。これは実際に例を見てもらいたいと思います。こちらです。私は注意という文章があります。まずは手の動きだけで表しますので、それをご覧ください。私は注意、私は注意、私は注意。どうですか？なんか怖いですよね。感情ないと怖いですよね。じゃあ表情とジェスチャーを入れてやってみたいと思います。もう一度ご覧ください。私は強い、私は強い、私は強い。ありがとうございます。やっぱり表情とジェスチャーがあるのとないのでは伝わり方が全く違いますよね。あった方が絶対にいいと思いますよね。手話っていうのはこういう表情とジェスチャーがセットになっている言語なんです。なので手話を使っていると自然に表現力が高まっていきます。表現力が高まればきっと職場でのプレゼンテーションにも使えると思いますし、日常会話の中でも自分の気持ちを上手に相手に伝えられるようになるんじゃないでしょうかと思っております。そして手話のいいところはまだまだ続きます。お次はこちら、人間関係が良くなる。皆さんは誰かと喋るときにちゃんと相手の顔を見て喋っていますか？
今の社会は悲しいことにお互いの顔を見て会話をする人が減っていってると思います。スマホを触りながら喋ったりゲームしながら喋ったり、声の会話だと相手の顔を見なくても会話ができるので、というコミュニケーションが雑になりがちなんだと思います。でも手話の場合はそうではありません。手話の場合は見ないといけないので、手話を使って会話をしようとすると自然と相手の顔を見ながら会話するようになります。僕も友達と喋るときは必ず相手の顔を見て喋ります。相手も僕の顔を見ながら喋ってくれます。このようにお互いの顔を見ながら会話をしているといろんなことに気づくようになります。例えば自分が喋っているときに自分が喋った言葉を相手がどのように感じたのか、相手の症状の変化からそれを感じ取ることができます。またそれだけではなく、あれ今日髪型変えた、あれ今日疲れてる、あれなんかよくわかんないけどいつもと違うみたいに、いつもとの変化にも気づきやすくなると思うんです。またそれ以外にもやっぱりお互いの顔を見ながら会話してると自分の話をちゃんと聞いてもらえてるなっていう安心感が生まれます。そして相手が笑顔でいてればこっちも笑顔になりますし、相手が悲しい顔をしていたらこっちも悲しい気持ちになります。その逆だって起こります。このように手話っていうのは共感しやすい言葉なんだって僕は思っています。手話で会話をすることは言葉と言葉をやり取りするだけではありません。心と心のコミュニケーションをすることにもつながっていくと僕は思っています。いいコミュニケーションはいい人間関係を作ります。皆さんがもし手話を使って周りの人とコミュニケーションを取るようになったら、きっと今以上にいい人間関係が作っていけるようになるんじゃないかなと思っております。そして最後にもう一つだけ言わせてください。最後はこちらです。今までいろんなことを話してきましたが、シンプルに楽しいということも手話の魅力の一つだと僕は思っています。今は劇、歌、ダンスといろんなエンターテインメントがありますが、手話を使ったパフォーマンスっていうのもそういったエンターテインメントの仲間に入るぐらいに楽しいんじゃないかなって僕は思っています。例えばこんな風に、忘れてしまう悲しい言語で
なので忘れないようにするためにも繰り返し繰り返し立っていきましょう。ツーワンツースリーフォー。シューワ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 シューみなさん、手話は楽しかったですか？楽しい！ありがとうございます。手話っていうのは、聞こえない人が使う言語というイメージが強いと思うんですけれども、手話っていうのは、聞こえない人だけではなく、聞こえる人にとっても生活を便利にしてくれる素敵なものだと僕は思っています。なので、今日の話をきっかけに、たくさんの人が手話に興味を持って、聞こえる人と聞こえない人がもっとたくさんコミュニケーションできるようになれば、きっとお互いにとって暮らしやすい社会に変わっていくんじゃないかと僕たちは思っています。もちろん社会を変わるのは簡単なことではないのは分かってます。でも大丈夫、今日皆さんが手話は楽しいって言ってくれたから僕たちは未来に明るい希望を感じています。これからも僕たちはこの手話エンターテインメントを通ってたくさんの人に手話の魅力を伝えていきます。そして一の日か聞こえる人と聞こえない人がお互いに暮らしやすい社会を必ずこの手で作ってみせます。皆さんもぜひ力を貸してください。一緒に手話を盛り上げていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。